はい、皆様おはようございます。レイブンです。やはり来ちゃいましたね。これがリアル白馬です。3月も10日を過ぎましたけどもね、こんな大雪でね、まあいつも通りですね、通常運転の白馬になりましたね。3月ってね、だってもうだいぶ暖かくなってね、外で動画撮れるかなと思ってたんですけど ね、こんな形の一応外の動画となってます。まあちょっとそれよりですね、前回のね、ウィンさんの動画見ていただけたでしょうかね。やばかったっすね、あれね。もう、フギン氏のもうグラス愛がもう満ち満ちてましたね。いや、もうほんと、実はレイブン不眠症なんですけど、あの動画見てたら寝落ちするっていうぐらいのね、かなりコアなね、動画となってましたね。まあちょっとね、話にもあったと思うんですけど、フギン氏からね。まあ僕も実は、すでに家人社からね、種をね、購入して、多分フギン氏の倍は買ってるんじゃないかな。結構種類も多く、20品種ぐらいは買ったと思うんですけど、すでにね、もう撒いてはいるんですよね。いくつかもう発芽もしてきて、動画にしていきたいなとは思うんですけど、今回はね、まあちょっともう少し待っていただいて、また次の機会にでもね、みんな、種が出揃ったところでね、お話をしていきたいなと思います。そんなわけで、今日はですね、ちょっとね、種のお話から、ちょっと変わった植物のね、ご紹介をしていきたいと思いますんでね、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、この雪をね、バックにね、今回はですね、まあ前回フギン氏がね、紹介したドイツのね、イエリト社、そこから購入したね、植物の種類とかね、種の巻き方についてちょっとお話ししたいなと思います。実を言うとね、ドイツのそのイエリト社のね、カタログの後ろの方にですね、種の巻き方みたいのがね書いてあるんですよ。それがですね、まあナンバリングされててですね、1から20ぐらいまでね、まあ私1から20の呼吸と呼んでますけどもね、やり方がありまして、前回ねフギンさんがやったね、フロストジャーミネーション、あれ1番なんですよね。1の呼吸ってやつですね。まああれがですね、まあ要は低温下、そしてさらに種が湿った状態で表皮が少しこう朽ちていってね、まあ暖かく雪が溶けた頃に発芽するみたいなね、それが1の呼吸ですね。で僕がね、実はもう撒いちゃったっていうのがですね、15と16番の呼吸っていうのがあるんですよ。これはですね、実を言うと、まあ、20度ぐらいあれば、まあ、すぐに巻いたら発芽しますよみたいなね、低温に当てるとかそういうのは全く必要なく、巻いたらすぐ出ますよみたいなね、まあ、最もイージーなね呼吸法なんですけど、この15、16番の、呼吸のやつはね、うちヒーターマットがあるんでね、まあ、20度設定して、巻いたらまあね、バンバン出てきましたね。まあなんでもしね、イエリト社からね、種買われる方はね、15、16がめっちゃ楽だっていうことをね、ちょっと話したいなと思います。まあ本当にね、いつもの私のやり方でね、芝の芽土、プラス、最近ちょっとね、芽土プラスにね、いろいろ土を作ってるんですよね、種まき用土をね。それに、鹿沼のね、極小粒、さらに、バーミクライトですね、芝の芽土に鹿沼の、極小粒、それからバーミキュライト、これ1対1対1でね混ぜて用土を作って、そこに撒いてますね。で、その後ね、まあ、撒いた後に、例の私の富士綱、これでね、まあ、覆土して、発芽させてるんですけど、これめっちゃうまくいくんでね、まあ、もし、あの富士綱がね、手にある方はちょっとやってみてはいかがでしょうかね。まあ、ちょっと高いんでね、あれなんですけどね。まあそんなわけでね、一応15、16はね、すべて巻きました。もうほぼ9割方発芽してますね。そして、まあ1番はもちろんね、フロストジャーミネーションで、やって、難関なのがですね、8番、9番なんですよ。この8と9のね、呼吸法が一番めんどくさいというか難しくて、そもそもやっぱりまず、種のね、出どころというかね、まあその採取地とかね、まあその種の鮮度とかにもよるんでしょうけど、まあ一応にこう発芽してくれないのが多いんですよ。でまあ普通に撒いて出なければ、また低温下に置いて、3、4週間
でまた暖かいところに戻してみたいなね、ちょっと厄介で、さらに1年経っても発芽しないことが結構あって、これをですねまたそのまま捨てないでくださいと、また1年後の冬越えた後ぐらいにねまた発芽する可能性があるんで、ちゃんとその種は取っといてくださいみたいなね、まあ文章書いてありましたけどね、それぐらいちょっとね、気難しいというかね、発芽難しいやつですね。でこれもね、僕いきなりやっぱり撒くんじゃなくて、もうフロストジャーミネーションじゃないですけど、これも一緒にね、実はもう撒いちゃって、雪の中に入れてあります。なんで1、8、9全部の呼吸をですね、全部雪のフロストジャーミネーションかけて、それでですね、まあその8と9の呼吸に関しては2週間から3週間経ったら掘り上げて20度の温度に持っていって発芽させてみようかなとちょっと考えてますね。そんなわけでね、またそれやるときになったらまたね、動画撮ろうと思いますんでね、乞うご期待お願いします。はい、こちらになりますね。これですね、実はね雪もち草ですね。これアリサエマシコッキアヌムっていうね、まあ学名がついてありますけどね、まあちょっとねめっちゃ発芽してるじゃないですか。でまあちょっとこのね雪もち草とかね、あと他にも浦島草とかマムシグサとかね、水芭蕉とかね、この手の天南蕉の仲間をねちょっと今日はご紹介したいなと思います。特にこのね雪もち草ですね、これをちょっとご紹介したいと思います。はい、そんなわけでね、この雪もち草アリサエマのシコッキアヌム、これのね、ちょっとご紹介をしたいなと思うんですけど、私前職ねちょっとガーデナーをやってまして、そこにね、植栽してあった雪もち草のね、種がついてたんでね、それをまあ一応断っていただいて、でそれを撒いてみたんですけどね、こんな感じでめっちゃ発芽してますね。レイブンご推薦のね、フジズナをね撒いてね、もう芽が出てきたんでね、ちっちゃい極小のマグアンプなんかも入れてますけどね、これをねちょっとね今回はお話ししたいなと思います。はい、雪もち草といえばね、もうどちらかというと山野草の部類に入るとは思うんですけど、もう山野草の部類といえばもう我が父オーディン様ですね。もうこれね、オーディン様いったらもう無双状態です。もう完全に無料空所入っちゃってますね。めちゃめちゃ詳しくて、もう話し出したら止まんないんで、まあちょっとその辺のね話もいくつかね、私聞いた話を入れながらねお話したいと思うんですけど、実はこの雪もち草って、オスとメスがあって、オスとメスの株がないと、まあ、そもそもあの、まあ、実をつけないんですね。さらにこれが特殊なのが、まずですね性転換するんですよ。LGBT 法にもうほんと乗っ取ったようなね植物なんですけど、こいつらねマジで性転換するんですよ。で初め、まあ、あの肥料というかね土のね、その肥沃さによって変わるみたいなんですけど、まあすごい土がね、肥料がないところに植えるとね、まずそもそも花というかね、こういう鎌首みたいなあげないね、状態なんですね。でさらにまあね、肥料がちょっと多くなってくると、まあオスになる。でさらにもっと肥栄が良くなるとメスになるみたいなね。普通にいいところに植えとくとね全部メスになっちゃうみたいなね、そういうこともあるので、なかなかねそのオスとメスがないと、実をつけないってことで種をやっぱり取りづらいんですよね。さらに厄介なのが、オスの、花が咲いた瞬間にまだ花粉ができてないらしいんですよ。で大体同じ場所に植えてるとみんな同じようにこう花が開花してきて、メス株もオス株も同時に仮に、咲いたとしてもですね、オス株の方の花粉がまだ取れないんですよ。ちょっと時間を経ってからじゃないと花粉ができないみたいなので、まあ要はオスの方がちょっと先行して咲いて、でメス株が上がってきて受粉をするみたいなね。だから結構量がたくさんないとなかなかこうね受粉しづらいね、植物になってますね。まあそんなわけでね、まあ前のねガーデンのところには結構ね10株とかね、ぐらい植わってたのかな。まあ偶然ねうまいことをね、実がついたものをね取ってきたんですけど、で、実はねこれまあちょっとこういう風にラベルにも書いてますけど、青い実って書いてるじゃないですか。で、自分ねこれ昔一回撒いたことあるんですけど、
マムシグサなんかが、結構ね有名なんですけど、すごいこう身がねグラデーションかかるようなね超レインボーなねなんか黄色緑オレンジ赤みたいなねすごいね秋なんかにねちょうどそういう色づいてくるんですけど、結構ねあの山の中で見るとねドキッとするようなね綺麗なんですけどね、ただちょっとね集合体恐怖症っていうんですかトライポホビアっていうんですかねああいう人が見るとちょっとうんって感じのね、種のつき方しますね実のつき方というかねで赤くなった状態が熟して鳥時期なのかなと思って撒いたことあるんですけど普通に発芽したんですよね。で今回はですねちょっとねその赤い実になる前にちょっと台風が来ちゃって雪もち草のその実が上から落ちてきた枝それがこうクリーンヒットして実がボキッと折れて実というかね結実したね、種というかね房が折れてでそこでちょっとねあこれもうまだ青かったのにと思ったんですけどちょっとね早々に取ってで巻いてみたんですよ。そしたらめちゃめちゃ普通に発芽したんですね。で、あこれは新しいこと知ったなと思っていろいろネット見たんですけどこれが普通らしいんですって、どちらかというと赤い実だと発芽しづらくて青い実の場合の方が発芽しやすいということで、そもそもね巻くときはですねその実の部分をバラでもそうでしたけど発芽抑制物質が結構入ってるんですよ。でその実を吐いて果肉を取ってから巻くっていうのが一応ね基本みたいなんですけど前もねそういう風に、赤い実で取った時もそういう風にしたんですけど、今回もね、当然そういう風に果肉の部分を取ったんですけど赤い実まで持っていっちゃうとその果肉の発芽抑制物質がですね種の方にこう浸透してしまって、ちょっと発芽しづらくなるらしいんですって。なので実はこのタイミング青い実で取ったタイミングがベストだったらしくて、めっちゃ発芽しましたね。発芽まではここまでねうまくいったんですけどまた例のねこういうようなねこんな鎌首あげるようなね、花が咲くまでにね最低でもね3年4年はかかるんじゃないですかね。あとやっぱりこれぐらい数が多少ないとねやっぱりこのオス株メス株がね当然必要ですし、開花の時期もある程度合わせなきゃいけないし、オスとメスでちょっとね、タイムラグをつけて咲くぐらいの数を植えないと、やはりうまくいかないですしね。ちょっと今年はねこれをね育成して、3年後ぐらいにね皆さんにいろいろお譲りできたらいいかなと思ってますね。ちなみにね、花が咲いた後、結構やっぱり実をつけてメス株はね実をつけて種つけちゃうと、次の年、栄養状態がやっぱりね球根がねちょっと小さくなって、またオスに戻ったりっていうねかなり難易度高いですね。さらにですねちょっと言い忘れたんですけどこの雪もち草これね分球しないんですよ。分球全くしないんで、結局ね種からね育てるというねことをしないと増やせないということで、ね、まだまだこの山野草の中でもめっちゃ根強いね、人気がありますね。海外でもね結構ね、このシッコキャノンはね人気がある品種ですね。ちなみに雪もち草のね育て方的なとこなんですけど、ちょっとね、この里芋科なんですけどこれねやっぱりスズメガのね幼虫結構でかいやつなんですけど、つきやすいんですよね。あとこれちっちゃい時はね、ナメクジなんかも来たりね、ちょっと害虫には苦戦してたけど病気はそんなに出てる感じはなかったですね。そんなわけでね育てるにはね、場所的には半日陰ぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。あまりね直射も嫌いますしね、かといって真っ暗だとねやっぱりねなかなか光合成もできなくてね大きくならないんでねある程度やっぱり光も必要っていうね本当に木漏れ日が当たるようなね場所がいいんじゃないかなと思うんですけどね。初めはちょっとやっぱりね鉢植えかなんかで管理してねある程度大きくしたら庭植えするみたいなね、そういうのがいいんじゃないかなとは思いますね。あとね球根なんで、これ例の、オーディン様から言われたブドウ糖じゃんじゃん与えてね、本来ね 3,4 年で咲くのをねちょっと早めたいなとは思ってるんですけどね。3,4 年が2年ってことは無理でしょうね。でも3年でできれば開花させたいですね。そんなわけでね簡単なね、雪もち草の育て方ご紹介になりました。ちなみにねオーディン様からいただいたこちらですね、
ニヤルムのダビシーマルマリエンシスっていうね、これもね、まあ天南省の仲間なんですけど、これはどうもね、分球するっぽいですね。ね、オーディン様今年は多分開花しないぞって言われたんですけど、やっぱりしなかったですね。さらにね、室内で落ちたらちょっと肌荷が出ちゃってね、今はもう切れてますけどね、ちょっと光も足りないのかな、光不足で、ひょろっとした感じのね、もやしっこみたいになっちゃってますけどね、これもね、王子様の方ではもうね、花咲いたっていうんでね、ちょっと写真でもね、つけたいと思いますけど、すごいこれも変わってますね。これはどちらかというとね、寒さに弱いんでね、室内で楽しんでますけどね。ちなみにこの雪もそうなんですけど、意外と寒さに強そうでいて意外と弱かったりというね。まあ実を言うとここ白馬なんですけど、毎年出てくは来るんですよ。ただ遅霜でね、意外と花がやられちゃったりするんで、まあその枯れたりってことはないんですけど、その年やっぱり溶けちゃって全然動かなかったり、葉っぱだけ出たりとかいう感じで、いい年はね、遅霜がない時はね、綺麗なお餅が見れるんですけどね。そんなわけでね、まあ、ちょっと場所はね、この白馬よりはあったかいところの方がいいんじゃないかなと思います。なんかね、ちょっとこの麩がね、これは入ってないんですけど、これから出てくるんですかね。真ん中にね、白い麩みたいのがね入ってたね。エキモスソウはなんかだいたいそういう株が多いですね。内麩っていうんですかね、麩入りのね、白いちょっとネズミ色がかったようなね、麩が入るんですけどね。あ、ちょっと出てますかね。少し白っちゃけてますよね、真ん中がね。まあこんな感じで、麩もね、葉っぱもなかなか、まあ綺麗というか山野草感あってね、自分大好きなんですよね。あの雪餅のお餅がね、触るとほんとマシュマロみたいでね、ふにふにして気持ちいいんですよね。はい、そんなわけでね、有佐山のシコッキアヌムのご紹介になりましたね。いやね、これね、まあどっちかというと山野草っぽいんですけどね、ちょっとイングリッシュガーデンなんかにね入れるのもね、全然ありだと思います。かなり面白い素材だと思います。かなり癖も強いですけどね。まあ春ね、ニョキッと出てくるのがね、好きな方はね、こういう植物をねガーデンにね植えてみるのもいいんじゃないかなと思います。皆さんぜひ挑戦してみてください。雪もそのご紹介でした。ちなみにですね、我が父オーディン様からね、浦島草というね、同じ里芋家の天南省、このね、浦島草というのもいただいて、これも種がね、たくさんついたというかね、できたので、これも実はまあちょっと青い実の時に撒いてみたんですね。どちらかというとね、雪もち草よりその浦島草の方がちょっと耐寒性がないのかな。ちょっと寒さに弱いのかもしれないんですけども、まだね、発芽はしてないんですよ。雪もち草と同じ時期ぐらいに撒いたんですけど、まだ発芽してなくて、ちょっとこの間、全然出ないなと思ってね、土をちょっとほじってみたらですね、少し根が出てましたね。なので、そろそろね、発芽してくるんじゃないかなと思います。ちなみに浦島草はね、なんかこういうね、例の雪もち草とか、まあ、ウィスグリさんもそうですけど、こんな感じのね、ものからね、つるみたいなのがニューンと出てきてね、それがね、浦島太郎がね、海にね、釣り糸を垂らしてるように見えたのかどうか、まあ知らんけどって感じですけどね。まあそんな感じから由来してるんじゃないかなと思いますね。それもね、同じ天南省の仲間なんでね、同じように管理してい、きたいなと思います。まあ3年後ですかね。増えたらね、また皆様にお譲りしたいと思います。それでは、サラダバー。